はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。まもなく11時ですね。5月は30日の木曜日でございます。なんか日経平均下がってるみたいですね。632、なんか一瞬900下がってたという話ですね。まあまあまあ、あと40分で全場引けますけども、何なんでしょうね今日は。昨日のニューヨークですか、マイナス411。まあ確かにまあ下がってはいますけどね。企業全業種が下落し全面安なんでなんで分からへんやん。あ、こういう時はね、日経を見てみましょうか。ですね、日経の一面は一時900円安なんで、米国の早期利下げ期待の後退を背景に、前日の米株式市場で主要3指数が揃って下落したことを嫌気、まあ特に何かドンとあったわけではなさそうですね。はい、さて本題いきましょう。本題はですね、これはね、藤和彦さんのね、この人もね、すごいこと書くんですよね。藤和彦さんって、これ藤和彦さんちゃうわ、すいません。これはですね、誰の、これは普通の記事ですね。はいはい、普通の記事ですね。スマートフラッシュです。はい、誰が書いたとは書いてないですね。はい、タイトルがですね、いきましょう。プーチン大統領ショイグ国防相更迭を読み解く。ロシアは中国の属国に。中村逸郎教授が語る悲しき独裁者の今ということですね。ちょっと読んでいきましょう。そんなに長くないんですけどね、飛ばしていきますね。歴史的に最高水準、新華社通信は現在の中ロ関係をこう表現した。今月16日、ロシアのプーチン大統領は中国を訪問し、習近平国家主席との会談に臨んだ。同社によれば、プーチンは習近平とお茶をし、共通の懸案問題について突っ込んだ対話をしたという。この和やかな雰囲気が冒頭の表現につながるのだろうが、実情はそれほど穏やかではなさそうだ。プーチンは内心相当焦っていると思いますよ。こう話すのは、筑波大名誉教授の中村逸郎氏ですね。まあ、その理由はですね、国内の経済が、まあ、あれですね、だんだん疲弊してきていると。でですね、中国のですね、機嫌を取るために国防省をですね、ショイグさんからですね、この経済の専門家に変えたんですね。その経済の専門家はですね、ペロウソフ氏なんですけども、この方は一帯一路の専門家でもあるそうなんです。つまりロシアは中国の一帯一路にとことん協力しますぜというですね、シグナルを習近平に送って、その彼も連れてですね、北京を訪れたということですね。ロシアは今年末には砲弾が尽きてしまうのではないかと言われるほどの窮状に追い込まれています。プーチンとしては盟友とも言われる習近平に頼らざるを得ないのです。これは中村逸郎先生ですか。拓殖大学海外事情研究所客員教授の名越武郎ですかね、氏もロシアの経済事情は西側の制裁が実際には効いていると語る。欧米が逃げ、日本や韓国の自動車関係も撤退した今、ロシアでは中国製の自動車が独り勝ちになった。中国はロシア市場を完全に取り込む意識が非常に強い。明らかに中国の方が立場が強くなっている。先の中ロ首脳会談でプーチンは習近平に軍事支援を願い出たとの見方もある。それは当然ね、軍事支援してくれと言うでしょうね。中国からの軍事支援は何がいいかというと、まずですね、北朝鮮のそれよりも
もうちょっと性能が良さそうなんですね。不良品率が低そうなんですね。その次にですね、中国は戦車を作っています。戦車をいっぱい持っています。で、中国の戦車は基本的に旧ソ連仕様なんですね。だからですね、ロシアの戦車兵はですね、習熟訓練なしにそのまますぐに使えるんです。とするとですね、ウクライナがね、西側の戦車もらってもね、しばらく動かし方、習熟訓練をするために半年ぐらいは戦場に出てこれなかったでしょう。あれがいらんわけですよ。即使えるんですね、中国の戦車をロシアは。で、今ソ連はですね、ソ連じゃロシアはですね、戦車足りない状態なんですよ。戦車足りないからゴルフカートで攻めてくるっていうんですね。なんかわけのわからんニュースが出てますけども、だから喉から手が出るほど中国の戦車欲しいんですよ、ね、余ってるんです。中国の戦車って余ってるというか、まあなんと言いますかね、中国の陸軍というのは基本的に仮想敵が旧ソ連やったんですね。で、今でいうロシアなわけですね。ほんでロシアがですね、当面こう中国の敵ではなくなったわけですから、戦車いらんやんお前らという話ですね。だからちょっとこっち回せよと、金は払うしと、まあ、そういう状態なんですけど、習近平は固くなりそれをですね、拒否ってるんですね。軍事援助はしないというふうに言うてるんですね。なぜか、それをやってしまうとアメリカとは決定的に対立するからなんですよ。そこまでは根性ないわけですね、習近平も。で、ロシアとしては中国の戦車も欲しければ砲弾も欲しいわけですよ。北朝鮮製の粗雑なものはもういらんわけですよ、中国製があれば。まあ、あんまりね、性能的にはアメリカ製に比べたらですね、劣るでしょうけども、そんな北朝鮮製より100倍ぐらいマシでしょう。なんでですね、多分それをね、言いに行ったと思うんですね。ほんで、それに対して習近平はいろいろ返事をしなかったと思われます。そうなるとどうなるかということがですね、この記事に書いてあるんですね。妥協を重ねたというプーチンだが、逆に見せしめもしているというのが中村氏の見立てだ。中ロ首脳会談前、会談に前後して2人の要人を悲劇が襲った。1人はスロバキアのフィッツォ首相の銃撃事件、5月15日、改革後、これ中村先生ですね。この事件を私はプーチンから習近平への警告だと思っています。フィッツィオ首相ですが、彼はもともと親ロシア派だと言われていました。そうですね、ところが4月中旬あたりから欧米と一緒になってウクライナを軍事支援しなければならないと方向転換したのですね。それは知らんかったわ。背足を襲われたみたいな。これまでもプーチンは見せしめ的なことを行ってきました。訪中の直前にこうした動きを見せたことは、ロシアを裏切ったらどうなるかというアピールに思います。うわ、怖っ。これ、後ろでロシアが手を引いてるということを匂わせる書き方ですね。もう一人はイランのライシ大統領の乗ったヘリコプターの墜落、19日。うわ。この事故の報道は日本よりロシアの方が6時間ほど早かった。最初に哀悼意を示したのもプーチンです。墜落したヘリをプーチンが追跡していたという情報が飛び交っていますが、私はほぼ間違いないと思います。中村先生、そんなこと言うていいの？今度先生狙われるんちゃうの、名誉教授。属国にあり果ててもなお衰えぬプーチンの牙、侵攻収束まで心休まる日は来ないのかということで、これはスマートフラッシュというところですね、貼っときますね。これね、イランの大統領ですね、ライシ大統領の乗ったヘリが突然山で墜落したんですね。なんかね、事件性はないというふうにされていますが、そんなん分からへんやん。で、なぜね、ロシアのプーチンがですね、イランのこのライシ大統領の乗った飛行機じゃないヘリをもし落としたとしたら動機はあるのかということをですね、あるんですよ、実は。ここには書いてませんけども、イランとロシアっていうのは超友好国でですね、今ですね、ロシアはイランからですね、ドローンとかいっぱいあれですね、提供を受けてですね、ウクライナの戦線に使ってるんですね。で、軍事的な何かもこう提供を受けているというふうに言われています。まあ詳しくは分かりません。だから友好国やんと。で、ロシアは40人ぐらいの弔問団を派遣しているという記事もありました。他には
そんな友好国の大統領をなぜですね、プーチンが仮にプッチンしたのかということになるとですね、不思議でしょう。実はですね、このですね、ライシ大統領っていうのはですね、イスラエルとの紛争でですね、なんていうか、あれですね、和平派みたいなものなんですね。もう早く終わらそう、手打ちにしようというふうにですね、考えてる人だったんですね。ほんで早々に手打ちというか、とりあえず収束させてしまったわけです。イスラエルとですね、イランがですね、一触即発になったのを覚えてらっしゃるでしょうか。先月あたりのことでした。で、お互い攻撃をし合ったわけですね。イランからはミサイルを発射して、イランからも何か発射してですね、でもお互い軽微な被害で済んだんですけど、ロシアは実はですね、これもっとやってほしかったんですよ。なぜかというとですね、ロシアは中東紛争が拡大するの大歓迎なんですよ。もうやれやれっていう、そういうスタイルなんですよ。もうどっちかというとけしかけてるんですね。なぜか、中東の紛争が激しくなるとアメリカは一生懸命イスラエルを支援するでしょう。そしたらウクライナに行く分が減るというふうに考えるわけですね。だからやれやれなんですよ。ところがこのライシさんはですね、早々に手打ちにしてしまったわけですね。で、その直前に実はプーチンと電話会談してると言われてます。で、プーチンはやれやれって言ったはずなんですよ。でもライシは、そんなあかんねん、できへんねんとかって言うたんちゃうんかなという話、ということは想像できます。で、あんな和平派はいらんと、もっと強硬派の大統領が次になった方がええねんと思って、もう面倒くさいからプッチンしまえって言ってプッチンしたのかもしれません。さて、同じようにいきますとですね、あれですね、中国の習近平さん、いつまでもプーチンの言うこと聞かへんやん、ね、武器送らへんやん、武器以外のものは送ってますよ。でも武器は送らへんしですね、あれですね、石油を買ってくれますけど、ガスは思うように買ってくれません。で、石油の代金は人民元で払ってます。なかなかですね、条件が悪いんですね。なんかいまいちですね、友好関係がですね、友好関係は友好関係なのにですね、ロシアの望むものを渡さない、お前な、分かってるやろなって言って、プーチンが習近平をプッチンしに行く可能性があるというふうにこの記事は示唆してますね。そんなことはほんまにあるんかって言うんですけど、あったらおもろいけどちょっと困んないけど、と今ね、中国は習近平さんが率いてるからこそですね、滅亡に向かってるわけなんですよね。いわゆるあの時代錯誤のですね、毛沢東時代への回帰とかって言うてるんでですね、中国どんどん衰えてるわけであって、習近平がプッチンされてね、鄧小平みたいな人が出てきたら困るんですけど、まだ中国発展するやんと。発展する前にね、バブルの崩壊をどうするかっていうのをね、この厄介なことやらなあかんけど、できなくないんですからね、処置をね。だからまた習近平さんには元気で頑張ってほしいんですけど、プーチンにプッチンされたらあかんでと、そういうお話でございます。このフラッシュ、スマートフラッシュですね、一応ですね、飛ばし飛ばし読みましたけども、アドレスを貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。